南氷洋のマンモスピラーを目指していた氷河だったが、同じところを堂々巡りする不思議な感覚に悩まされる。ようやく柱の元までたどり着いた時、氷河は思いがけない人物と再会するのだった。これは一体、あなたカミュ氷河。己、卑劣な。何をしようというのだ氷河。死である私に剣を向けるとは。黙れ。我が師カミューは方米宮において死んだ。俺を油断させようとしても無駄だ。ジェネラルよ、化けの皮を剥いでやる。前、白鳥よ。その程度のコスモではこの先確実に破れるぞ。はい、と。いい加減にしないか、ヒョン。お前の手を加えて、私ではないわ。いつまでやりきっている。お前の手を、カミューの強さを真似ることは不可能だ。全力で来い、ヒョンが。このカミューが本物か偽物か、興味を持つ知るがいい。なんとこのジェネラルよ。あの手を崩壊させてやるぞ。ここまで見事な空気を終え、私を追い詰める。フリージングコスト、フリージングコスト、はい、その程度が神であるはずが。私に剣を向けて。いいだ、ヒョウ、私が偽物などではないことを力で示してやる。この氷河の怒りを受けよ。オールエクスキューション。その動きを止めると。お前の技が誰に教えられたものか思い出せ。私には造作もないぞ。その程度か。ウィナー、ありがとう、我が師カミュ。まだクールに徹しきれんとは。嬉しいぞ氷河、よくぞここまで強くなった。カミュ、本当に本当に生きていたんですね。よかった。氷河、おかしい。いつまでも南大西洋の柱にたどり着けずに、同じところをぐるぐる回っていたと思ったら、南氷洋の柱にたどり着いたなんて。ここは氷河が向かっていたはずだが。セイヤ、マリンさん、火星に来てくれたんですか。セイヤ、私はお前をサンクチュアルに連れて帰るために来たんだよ。何を言ってるんです。今地上は大水害の危機に瀕し、アテナも死に直面してるんですよ。だから俺たちは必死になって。いくら必死になってもお前の実力じゃポセイドンに勝つなんて無理だよ。信じられない、マリンさんがそんなことを言うなんて。私の言うことが聞けないというなら、力ずくでも連れて帰るよ、セイヤ。この異様なコスモは。さあ、私はちょっと手強いよ。覚悟しな。はい、と。はっ、マリさん、どうして戦わないといけないんだ。私にも勝てないなら、ポセイドンに勝つのに。夢のまた夢さ。聞き分けのない子だね。おとなしく帰るんだよ、ヘイヨ。おかしい、どんな手でも。持ちかけで俺を戦いの場へ導いてくれたマリンさんが。ダセーヤ、もういいじゃないか。私の手を取りな。何者だ。マリンさんは今まで一度だって俺に手を差し出すようなことはしなかった。優しさを心に決めない。なんてことない。いつも厳しく接してきたんだ。お前はマリンさんなんじゃない。何度の
確かに、マリン、私の評価は、あんたが一番よく知ってるはずね。ウィナー、俺の実力、見てくれたかい。これが俺の実力だ。お前は一体、私の本当の名前は聖火。聖火姉さんだって。バカな、デタラメを言うな。デタラメかどうか、今こそこの仮面の下の素顔を見せてあげる。聖火姉さん、間違いない。幼いからずっと俺を見守ってくれた母親のような姉さんだ。やっと巡り会えたんだね。せいや。